十八押すよ。一次審査で3000人ぐらい来た書類の中から、まず240人通してるんですよ。で、その240人を2日に分けて120人ずつ面接でパフォーマンスを見せていただくんですけど、やっぱりそうですね、女の子が自由に生きていくっていうのを女の子自身で見せていくっていうのをパフォーマンスでしっかりやっていくっていうのが族のやるべきことなので、それを一緒にやってくれる人っていうのをしっかり探していきたいなって思ってます。どうですか、彼さん、この審査員やる側。緊張してます。緊張してますけど、でもこれから一緒に活動していく人、絶対今日とまだ別人もありますけど絶対いるので、うん、どうしても私見たくてお願いしてきてるんですよ。あ、そうなんだ。ちょっと見に行きたいですって言って今日私こ挙手制です。挙手制です。よろしくお願いします。押さえていただいてます。手元ってもらって、髪をこう、これにこうやってもらったら、名前と年齢言っていただいて、ファミリーネームをお願いします。ファミリーネーム、同じの呪いで、誰かだって光も諦めないよ。ファミリーネーム、同じって何だっけ。私にとって、うん、もうアイドルをするのはゾックしかないです。私今日共犯者になりたいです。生きることのすべて終わりたかった気持ちが少しありました。うん、本気でゾックのメンバーになりたいんですよ。18歳の時に警察学校入ってきてから5年間警察官になりました。かわいいよ。虫、私虫とても好きじゃないんですけど。好きじゃないの。じゃない。食べたいと思います。いただきます。虫の味がします。いや、マジで今日化粧全然してなくて、多分顔綺麗ですね。いや、マジでそれだったら化粧ちゃんとしていきたかったんですけど、全然顔めちゃくちゃ綺麗ですよ。綺麗ですよ。めちゃくちゃ綺麗ですよ顔。マジでメンバーの子が羨ましいぐらいの整っていたんですよ。ありがとうございます。今日一でかい声出ました、はい。どうやって行きます？新幹線に。車で送ってもらったんだ、はい、送ってくれました。送ってくれたんですね。すごい優しい。優しいね。近くでいいですか？かわいいね。これないかと思った。これないと思った。なんか可愛いけど、これないよねって言ってた。
ちょっと来てくれないかもしれないねって。あ、すごくいいなと。やってみたいこと、もう歌とダンスが、なんか他にも、うん、もっと歌とダンスだけじゃなくて、なんか自分の考えとか、うん、なんかもっと周りに発信していきたいし、うんうん、なんかその僕の生き様をもっと歌を通して表現していきたいなって思ってます。お父さんとかも、なんかお父さんが行ってきてほしいみたいな。あ、なんかお母さんがなんかちょっと受験と両立できるみたいなことだったんですけど、お父さんが行ってきなよみたいな。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。愛知からどんぐらいかかってきたんですか？結構サービスエリアとかにも寄ってきて、はい、6時間ぐらい、もっと短く来れるんですけど、結構なんていうの、寄ってきたりとかしたので6時間ぐらいかかりました。受けてみてどうでしたか？なんかすごく緊張してたんですけど、はい、あの大森聖子さんとかすごい優しくてリラックスしてくれたと思います。本当ですか？ファミリーネームどれぐらい練習しました？結構あの、その応募し、メールを送ったその時からやっぱり進めました。じゃあ次、進めるといいですね。はい、進めたいです。え、もしなっちゃったらどうするんですか？そう、受かって進出っていうか、もう大丈夫暴れてるっていうか、なんか、なんか言葉に表すのは難しいんですけど、なんかあのこの間踊ったドロワドロみたいな、なんかまだあれでは表現しきれてなかったかもしれないけど、なんかあんぐらいなんか暴れてるっていうか、そういう感じ。地で蹴るところとかあったじゃないですか、あのダンスで。なんかそういうとこで、なんか本当はもっと弾けたかったっていうか、なのに、
なんかまだ隠しちゃってたっていうか、なんかそういうところがあって、なんか表情とかなんかそういうところも全部まだできたのにって思うから、次があったらなんか全部なんか見せたいっていうか、もっとダンスとかも激しく、なんか上手い下手っていうよりかはなんか自分の思うように激しくやりたいって思います。そこまで今自分でなんか自分のこと分かりきれてなくて、結構なんていうの、学校とかでなんかみんなからなんかいいとこだけ思われてるっていうか、なんか可愛いとかなんかいい子とかそういうことばっかり言われてて、だけどなんか自分そんなとこだけじゃないのに、そういうことばっかり言われるとなんか自分出しにくいじゃんって思って、自分はこんなんじゃねえよってめっちゃ心の中で思ってるけど、なんか出せないっていうか。いい素材なんですけど、まあ、とても可愛い子なんですけど、なんかそのどうにもこれが本当の自分じゃないんだよな、もっともっと自分には何かがあるんだよなっていうのを、自分では何か分かってないし、それを分かってる人は今誰もいないっていう状況の中で、それがすごくフラストレーションとしてこう溜まっているものがすごくあるっていうのをすごく自覚している子だったので、それをこう発散させていい方向に消化させる場所としては、まあ、ゾックはぴったりなんじゃないかなって、こうなんか折り合いがいいというか、でなんかそれをするのは私が得意だなって思って、プロデュースとしてだからすごく大切に育てていって、こう表現者としてなんかそういうなんか私の中なんかまだあるっていうのをこう開花させたいっていうのを 大事に大事にその咲かせたいなっていう気持ちがすごくあって、そうやっぱ能力ってこの人に助けてもらう、この人に助けてもらうっていうなんか追いかけっこだと思うんですけど、なんか全力をぶつけ合っておもしもっと面白いものが作れるっていう人材だなっていうふうに思いました。ゾックのメンバー1人、新メンバー1人にしたっていうのは、ずっとゾックの構想がこう7人欲しいなと思ったんですよ。綺麗なフォーメーションになりやすいっていうか、こうまとまりがよく見えやすいっていうのがあって、ゾックはなんかなんだかんだでずっと6人でなんか活動していくことに、まあ、偶然そういう風になっていて、5人で一回つまわってみたんでしょ、その新メンバーが入るまで。その映像を見た時に、まあ、みんなパフォーマンス能力もすごく高くてめちゃくちゃいいんですけど、なんか綺麗すぎるなと思ってて、あ、なんかまとまっちゃってるし綺麗すぎるから、もっとなんか6人で偶数の方がどこかに視点が集まらない方が、全員のバラバラさとか個性とかがこうなんか引き立って見えるから、6にした方がいいんだっていうのをパッとその5ゾックツアーの映像を見て思い立って、でも何かここはほどいたんですけど、これは新メンバー1人だなっていうのが自分の中にパッて、そのツアーを終えてひらめいて、まあ、1人でも1人もすごく特別だったんですよ。でものどかちゃんは、うんうん、で、あののどかだなって思ってのどか1人選ばせてもらいました。あ、もしもし。あ、もしもし。のどかさんの携帯でよろしいでしょうか。はい。はい、あ、ゾックの大森聖子です。あ、こんにちは。あ、こんにちは。今、お話しできる場所にいますか？あ、今、外にいます。あ、大丈夫ですか？何言ってる？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。のどかちゃん、これからゾック一緒に活動していただきたく、合格の電話です。え、本当ですか？あ、本当です。ありがとうございます。はい。はい。です。よろしくお願いします。お願いします。はい。のどかちゃん、一人だけ合格なので。そうなんですか。はい。一緒にみんなで大事に、はい、していくので一緒に頑張りましょう。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。友達と遊んでた帰り、自転車に乗ってる時に電話来てて、なんか信じられなかったっていうか。お母さんのどんなリアクションでした？え、なんか、え、本当みたいな。なんかびっくりしてました。あ、そうです。え、その自信はあったですか？え、受かる自信はありました。へえ、どこぐらいからですか？でも受けた時からあった。なんか
もともとその自分が受かるって分かってるものじゃないとなんかやりたくなくて、なんか昔からなんか英検とかあるじゃないですか、そういう検定とか、そういうのも受かるって絶対なんか確信してからじゃないと受けたくなくて、どこの自信の時も受かるって自信があったから受けたって感じ。初ライブ見ててなんかこういう私見てほしいとあります？でもこうやって今喋ってる自分とは違う自分を見てほしい。一気にいろいろ覚えなきゃいけないんじゃないですか、ダンスも歌も、うんうん、間に合うかなって不安はあるけど、なんて言うんだろう、期待されててがっかりされたくないから期待を超えられるようにやりたいです。ゾクに入って、まあ、どうなってきたとかあるんですか？でもっともっと大きくしていきたいです。ゾクも、なんて言うんだろう、自分も、うんうん、見れるとこまでやりたいなって感じ。